医療支援を求める要請書、福島原発事故から3年7ヶ月、原発事故被災者は今なお13万人余が故郷を追われ、家族や地域が取り残されたまま、全国の応急仮設住宅などで避難生活を強いられている。また、放射性物質汚染対処特措法に基づく汚染状況重点調査地域として指定された市町村を中心に、子どもや住民に健康調査が実施されないことへの不安から、自主的な甲状腺検査などの動きが広がっている。本議員連盟は、法の子ども被災者支援法の基本理念に基づき、原発事故被災者に関わる生活、住宅支援、健康診断および健康影響調査、医療支援等以下の具体的施策の実現を要請する。1、原発事故避難者の生活を総合的に支援すること。1つ、国は避難者の意見を聞く機会を速やかに設けた上で、生活再建、医療福祉など原発事故避難者を総合的に支援する新たな立法措置を行うこと。2つ、避難先の地域特性や避難者のニーズに応じて自治体が講じている施策にも国が適切な支援を行うこと。大きな2番、国は避難者の住宅確保のための本格的な施策の実施や新たな立法措置を行うこと。これは3項目ございます。それから大きな3つ、原発事故被災者への定期的な健康診断と医療給付の実現、事故由来の放射線による影響へ、健康影響に関する調査及び医療支援に関する新たな立法措置を行うこと。これも3項目ございます。大きな4つ、法第14条被災者の意見の反映の遵守、基本方針の見直しを行うこと。これも3項目ございます。以上、事前に、質問という形では出ておりますが、正式に、安倍晋三総理以下各大臣に、要請をいたしますので、全書をよろしくお願いしたいと思います。応答に移りたいと思いますけれども、皆さんお忙しいと思うんですけれども、この質問項目順番にやっていきたいので、あっちこっち多分省庁飛ぶと思うんですね。それで、最後まで残っていただきたいんですが、その辺どうぞよろしくお願いいたします。急に振られることもありますので、よろしくお願いいたします。それでは丸1ですね。1番の丸1、国は避難者の意見を聞く機会を速やかに設けた上で、生活再建、医療福祉など原発事故避難者を総合的に支援する新たな立法措置を行うこと。これは復興庁の古井と申します。これに関しましては、今避難されている方々についてはあの戻りたいと考えている方、それから戻りまで待とうと考えている方、それから新しい学生だったり、すみません、聞こえますか。今現在避難されている方につきましては、戻りたいという考えていらっしゃる方、それから戻れるまで待とうと考えていらっしゃる方、それから新しい生活をも始められるというふうに考えている方、それから今まだ判断に迷っていらっしゃるというふうな形で、皆さんの思いは様々だというふうに理解をしています。で、国としましては、そういう状況を踏まえまして、それぞれの方々に対しまして、昨年12月の閣議決定に基づきまして、すみません、県市町村と力を合わせてですね、被災地の避難されている方々のニーズに対応するような形でですね、それぞれの地域に合った対策というのは講じているところでございます。で、引き続きその対策をですね、続けてまいりたいと考えております。では会場の方から質問がありましたらどうぞ。
まあまあ、お答えいただいた中でちょっとお聞きしたいんですけれども、まあ、すいません、お名前を。はい、私、立川の稲橋と申します。よろしくお願いいたします。まあ、県、市町村に協力して、今、それぞれの地域に合ったことで、まあ、取り組みをなされているということで、まあ、私の、立川市にも、まあ、被災をされた方など、今、校長の方、今お話して、地域でっていうことですね、まあ、それちょっと具体的に、まあ、どういうことなどが、あるのかということが、今、分からなかったので、その具体事例、まあ、それぞれの地域に合ったということで、県や協力しながらということ、具体的にどういうことなのかということをちょっとお聞かせいただきたいと思います。はい、すみません。具体的にという話に関しましては、例えば早期に帰還ができるような地域、そういった方々については除染を早期に進めるとか、インフラ復旧をするとか、そういったことのですね、対策を講じて、講じさせていただいています。それからまた誰が長期に避難を余儀なくされているような地域に関しましては、町外の復興公営住宅の整備、そういったことをですね、講じているところでございます。佐藤から発言があります。今の副校長さんのお話ですと、この新たな立法措置は必要ないっていう認識でよろしいですか。すみません、国としましては昨年の閣議決定に基づきまして、対策を進めていきたいというふうに考えています。議長じゃない、はい、だからこの要請文は事前にお手元にお願いしてあったはずでありまして、被災当事者の中から、その意味では住宅支援に関するさまざまな意見要望があり、さらには健康診断や健康調査にかかるさまざまな要望があり、それらを反映した形でこの要請書が今日具体的に手渡しているわけですが、事前にお手元に行っているわけで、新たな立法の必要がないという認識なのか、いや検討の余地があるという認識なのか、そこをお答えください。すみません、繰り返しになりますが、国としては昨年の閣議決定に基づいて対策を続けさせていただいているということでございます。返事になってないじゃないですか。明確にお答えいただきたいんですけれども、時間も限られておりますので、ですから立法措置についてはどうでしょう。新たな立法措置をやるのかやらないのか、その2点イエスノーで答えられると思うんです。すみません、検討してない。すいません、言ってください。ここで、すみません、これを作る作らないの判断につきましては県立法の判断だと考えておりまして、国としては立法の判断、交付の判断ですか。はい、はい、で国としては閣議決定についてやっているという状況でございます。はいはい、立法をするのは当然国会でね、立法府でやるのは当たり前ですけれども、行政府としては閣議決定後の諸情勢、あるいは閣議決定に至る経過、その後の諸情勢、1年までは経っていないにしてもあるわけですけれども、そこでその新たな立法措置の必要性については認識してないっていうことでしょうか。校長の中村と申します。もう皆様ご存知の通り、昨年の平成24年に子ども被災者支援法が
今回成立いたしまして、その翌年、平成25年の10月には、この被災者支援法に基づく、閣議決定として、被災者支援法の基本方針が来たところでございます。これ、皆さんご存知だと思いますけれども、これに従って、政府としては、さまざまな被災者生活支援に関する施策を取りまとめた上で、その施策の実施を、公庁だけではありません、関係省庁と連携をしながら、被災者支援の施策を実施しているということになりますので、現在政府として取り組んでいる被災者生活支援策というのは、閣議決定に基づいて関係省庁と連携して進めているということで認識しております。だから中村さん、そのことは当然で当たり前の話なんですよ。皆さんが閣議決定に基づいてやれるなんていうことはなくて、それに基づいてやるのは当たり前ですけど、だからその閣議決定に至る経過で、さまざまあれだけ、パブコメにあったものを答えず、そして、この間の住宅問題、あるいは健康診断の問題を含めて、要望がいっぱいあるわけですね。で、これ、皆さんは勤務がこうコロコロ変わっちゃうから、ただそうは言ったって引き継いでるわけですね。で、我々これ何度となくここで皆さんとお話しして、何人かはね、馴染みのお川の方がいらっしゃいますから、お分かりだと思うんですけど、被災者の被害者の要望要求を持って皆さんにお話し伝えて、そして、今回は新たな立法措置が必要になってきている現状ではないかということなんですね。だからそこの認識について、やはり、当時の閣議決定からしてここに至って、やはり状況が変わっていて、そういう検討の必要性があるっていう認識はないのかということなんですね。で、ないんですか、それは。ここばかりやってると、これせっかく皆さんまだまだいらっしゃるんで、認識がないということであればないで、次の具体的な中身でまたお話ししますから。できておりますので、そういった子ども被災者支援法の理念ですとか目的、こういったものに沿ってですね、政府としては基本方針を作ってやっているということでありますので、現時点ではそれをしっかりと進めていきたいということでございます。主催者側の事務局長の中山と申しますけれども、日向市議会議員です。おっしゃられているその理念としてはその通りなんですよ。で、子ども被災者支援法に基づいて、きちんとそのそれに基づく施策を実行していくという理念はその通りで、それは我々も否定するものではないんです。しかし、その今おっしゃられた閣議決定に基づく基本方針というものが、この法律の理念をちゃんと実施するものではなくて、既存のいろんな施策、あるいは既存の法律、災害救助法とか、つまり原発事故を想定していない今までの施策や、それからとりあえず暫定的に原発事故を受けて行われたいろんな調査とか、そうした施策の組み合わせでしかなくて、例えば皆さんがおっしゃっている子ども被災者支援法の中に住宅の確保っていうのがあるのに、その住宅については旧来の災害救助法、原発事故を想定していない災害救助法、自然災害を想定している災害救助法をベースに、そのみなし仮説でやっていて、1年ごとに更新していると。だからこれ全然これじゃダメなんだぞというのが、ここの全文でも書いてあるんです。その法の理念に基づいた施策はきちんとやられていない。だから我々はその新たな立法措置、これは子ども被災者支援法と対立するものではなくて、それを具体化させるとか、あるいはその子ども被災者支援法でカバーできてないところをちゃんとやるとか、今現にいろんなその要望が被災者被災者の方々から出てるわけだから、そういうことをちゃんと実行させるための、子ども被災者支援というのはある程度理念的なものですから、それちゃんと実行させるための新たな立法措置を求めていると、それが我々の基本的な立場なんです。ですからこれ以上この冒頭の部分でやり取りしても時間が経つだけなんですけども、そういう基本的な認識をぜひ持っていただきたい。閣議決定でも出てきたのは、本当に子ども被災者支援法の理念を
その実現するものではないというのが我々の認識なんです。それに基づいてこの間何回も何回も政府交渉をやり、今回の要望書も出しているということなので、そこをよく理解いただきたいと思います。はい、1番でかなり時間が経ってしまいましたが、先ほどからしっかりとやる、しっかりとやるという文学的表現が多いんですけれども、今中山が申し上げましたように、具体的に私たちが要望としている出してますから、今まで何度も何度も出してきたことを具体的に進めていっていただきたいです。これ強く要望しておきます。次2番に行きます。避難先の地域特性や避難者のニーズに応じて自治体が講じている施策についても国が適切な支援を行うこと。これも多岐に富んでおりますね、各省庁ですが、復興庁さんの紹介。復興庁原子力災害復興班金子と申します。こちらにつきまして、復興庁におきましては、福島原子力災害避難区域等期間再生加速事業というのがございまして、原子力災害からの復興再生を加速するために、福島県の被災12市町村における避難指示区域の住民の帰還を促進するための取り組みや、直ちに帰還できない区域への将来の帰還に向けた公害抑制保全対策を行っているところでございます。福島県の被災12市町村からの要望を踏まえ、引き続き事業を実施してまいりと考えております。以上でございます。帰還を目的としているのが前面に出ている感じがしますが、これについてご意見。続きがあるんですけど、福島につきましては津波被災地域については復興交付金という交付金が、復興庁の酒井と申します。お願いいたします。復興交付金によって、その復興を進めてきておりますが、一方福島第一原発の事故による被災地域につきましては被害の形態が異なりますので、対策も異なっております。例えば避難先での復興公営住宅の整備や住民の放射線への不安解消のために線量計を配布することは必要となっています。このため昨年度の補正予算におきまして、福島再生加速化交付金を創設しまして、その復興再生を加速しているところでございます。今までの実績では避難先における公営住宅の整備、今後の帰還に向けた産業団地の整備等の事業を採択しております。今後とも各自治体のニーズを丁寧にお伺いしながら、本交付金を柔軟に運用することを通じて福島の復興再生の促進に努めてまいりたいと思っております。以上でございます。はい、自治体のニーズですね、避難者のニーズを私たちは一面だ前面に出しておりますけれども、それではこの件、まだどうぞ。総務省の自治財政局財政課の江戸と申します。総務省としては、避難者の皆様を受け入れたことに伴いまして、その受け入れた団体が負担する経費について現在の特別交付税で措置を講じているところでございます。で、平成25年度から、多くの避難住民を受け入れられている市町村さんのご意見をいただきまして、原発避難者特例法の避難住民の受け入れにかかる経費については、市町村分について、個別の受け入れをに伴って発生した経費っていうのをそれまで積み上げて計算するというふうな、算定をするというふうな方法でございましたが、避難住民の皆様一人当たりの受け入れ経費に単価を乗じるというふうな算定方法を用いるところとしたところでございます。で、これに伴いまして、受け入れ市町村への財政措置の充実を図ったところでございまして、引き続き地方団体の皆様のご意見等を聞きながら、その財政運営に支障が生じないよう適切に対応していきたいと考えているところでございます。他にありますか。以上ですね。じゃあ復興庁さんとそれから総務省さんのご意見が、答弁がありましたけれども、これに関して、はい。小児科医の山田です。避難者の実情をご存じないのではないかという気が非常にするんですけれども、私は2011年の6月以来、福島で健康相談会を、やったり、それから東京でも避難者の健康相談会を、つい先週の日曜もやりましたし、それから全国のいろんな県へ行って、避難者の、健康相談をやってきました。で、
県によって、まあ、自治体によってすごく差がありまして、非常にあのよく、避難者 の, あの面倒を見てくださる県もあれば、あのその隣の県なのに全く何の施策もされていないとあのいうところもあって、で特にその、あんまり何もされていないところではあの情報もないというか、今その福島があのどうなっているかもよくわからない。あの強制避難地域の方はあの地元からいろんな通信だとかなんかが行くようですけれども、あの自主避難の人にとってはあの何にも情報がありませんから、あのそういう中で非常に不安になっていて、さまざまなその経済的な問題だとか、心の問題だとかあのいろんなことを抱えているんですね。で今お聞きした範囲ではほとんどその、まあ、あの経済的な支援というか個々の家庭への経済的支援ではなくて、自治体向けての経済的支援ぐらいしか見えてこないんですけれども、あのそういう避難者の実情をこうあの聞くというようなことをなさっているのでしょうか。それからその、実際に、避難者の人たちと、接触されて、そういう人たちがどういう思いであのいるかというようなことをあの経験なさっているのでしょうか。でまずそういうことをしないと、あの本当にあの避難者がどういう今ニーズがあって、何が緊急の措置なのかということがあの分からないと思うんですね。で本来私たちがやっているような相談事業というのは、あのこれはあの皆さんがおやりになるはずのものをあの私たちがなんとなく肩代わりしてやっているようなあの感じがするわけ で, で非常にあの私たちとしてもあの人的にも経済的にもあのきつい中で、そういうことをやっているわけで、そのまずその避難者の、ニーズを聞き取るというか、あのそういう、試みを、まずしていただきたいし、あのそういうことがすでにされているなら、あのどういう形でされているかをあのお聞きしたいです。ではどうぞ。先ほど申し上げました通り、あの福島再生加速化交付金という交付金がございます。その中に一項目がですね、相談員育成配置事業という項目がございまして、例えば各行政の地域のコミュニティ単位でですね、医師や保健師、地方自治体の職員の OB、 地元のコミュニティ内で信頼のある自治会長や元教師などが市町村が相談員として配置等を行うような項目もございますので、あの全く何もしないというわけではございません。はい、全く何もしてはいないということではありません。はい、まだご回答続きますか。あ、すいません、先ほど の, その, 避難されている方のニーズをどのように把握されているかという話が一つあったかと思うんですが、あの我々復興庁の方と、まあ、それから福島県、それで、避難元の市町村とあの共同で住民意向調査というものを平成24年度から実施しておりまして、その住民意向調査の内容の中で、まあ、もちろんあの数も多いので全てのニーズを把握するということはもちろんできないところではあるんですが、その中で必要な支援等についてはその避難元市町村であったり、まあ、今でいう受け入れ先の市町村であったりと協議しながらそのあの支援に対して施策を進めているということもございます。全然不十分だと言ってます、はい、それでは、このご意見に、あ、まだありますか。もういいですね。はい、じゃあ会場から、あ、どうぞ。私ですか。あの例えば三重県については何かをしてるとか、あのそういうふうに見えますか。おそらくその、福島のあたりではいろんなことがされてると思うんです。でも例えばその九州の宮崎県ではどういう施策されてるとか、三重県ではどういう施策がされているかとかっていうことはおそらくご存じないだろうと思うんですね。でそういうところへ行って実際にこうあのお話をしてみますと、例えばその岡山ですとあの高橋っていうかなりあの、山の奥の方にあの何所帯かまとまって避難者がいるんですけれども、あのそういうところは私たちが行って初めて実情が分かるので、ほとんど何 の, あの情報もない形で生活しておられるんですが、そういうところへの施策はないですよね、具体的に。ということで、あの、
いわゆるその帰還させるための事業みたいなものは一生懸命やっておられると思うんですけれども、実際にそのこう宙ぶらりんな状態にあって不安を持っている方、特に地方で情報がない方やなんかについて、それはもう地方の自治体がやれないところは国がやられるべきですけれども、そういう実態を調べることもされてないんではないかと私は思うんですが。あ、副校長の中村と申します。あのご意見ありがとうございました。副校長の取り組みのご紹介ということになるんですけれども、NPO 法人のですね、協力を得て情報支援事業というものをやっておりまして、それは2つありまして、国からの自主避難を指定されている方に対する支援の情報を提供するという側面と、実際にその意見交換会に来ていただいた自主避難者の方の相談に乗るという、その相談事業なので、国からの情報提供と相談に乗るというこの2つの機能を持った意見交換をするという事業を行っております。で、例えばどの県でというような話になりますと、全国47都道府県でできているわけではないんですけれども、ブロックといいますか、自主避難者の多い県の中で開催をする際に、ちょっと他県の方はそこに来ていただくという形になってしまうんですけれども、そういった場を設けているということで、そういった会議の場にですね、来られない方というのはやはりいらっしゃると思いますので、自主避難者の方に対するニュースレターの発行というような形であったりとか、そういったものを、ホームページ見られない方もいらっしゃるかもしれないですけれども、国としてはホームページで発信するといったような形の情報提供の支援事業というものをやっております。ちょっとそういった取り組みをご紹介させていただきました。その先が欲しいんですけどね、相談された後ね、それを施策に結びつけていくかどうかなんですが、時間がないので申し訳ありません。次に移らせていただきます。福島から自主避難しております豊島と申します。ちょっとお聞きしたいんですけれども、国の方針としてですね、私ども思うのはですね、健康被害は全くないということで責められているというのは本当にひしひしと感じるんですね。私は一応チェルノブイリのあたりで起こったような初期被曝による症状ですね、鼻血とかですね、皮膚炎症とかで、そういうものは、いわゆる支援されている方々がおっしゃっている、実際にあったと言われているものが家族にありまして、私にもありましたので、これはちょっと大変なことになるかもしれないと思って自主避難させているんですけれども、そういったことをですね、全然意見なんか聞かれました？かなりそういうことを思っている方はかなりいらっしゃると思うんですけども、そういう我々の意見をちゃんと聞いて、自主避難だったらですよ、自主避難しているわけですから、そこに対してちゃんとした支援をしてほしいというのは、私は正直なところですね。それが全く健康にはないんだよ、ないんだよっていうことばかりですね、県や国からそういう書類が送られてきて、安心して帰還してくださいっていうのは、全く逆に信用できないんですよね。ロシアでもね、たくさん健康被害が増えてますよね、報告書が上がってます。ですけれども、占領影響関係が証明できないから、一人当たりどれくらい被爆したかわからないから、これは証明できませんよというふうに国の草機関ではそういうふうに言い返しているだけですよね。それはじゃあどれぐらい被爆したのか分かっていれば証明できるかもしれない。じゃあそういうどれぐらい被爆したかっていうことを本当に事細かに検査するのかやってるんですか？例えばフォールボディカウンターもそうですけど、尿検査とかそういうことをやってるのかどうかっていうのは、申し訳ありません、ちょっと項目ごとにこれ、はい、やってからということでよろしいですか？はい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 、申し訳ありません。今のような本当に避難者の声をきちんと聞いていただきたいと思います。すいません、ちょっと時間の関係で先に行かせていただきます。次、2番の丸1です。災害救助法に基づく仮設みなしを含む住宅などの応急的な対応で1年ごとに延長するという運用を改め、新たな立法措置において避難者への住宅供与期間を相当長期化させ、避難者の意向や生活実態に応じて更新ができ、柔軟に住み替え、転居を認める制度とすること。
はい、これについて、はい、お願いいたします。お名前を。内閣府防災担当の山内でございます。ご質問にお答えさせていただきます。災害救助法に基づく応急仮設住宅につきましては、被災者の方々への応急的一時的な応急救助として、仮住まいを現物で提供させていただくものでございまして、その提供期間につきましては原則2年間とさせていただいております。東日本大震災で設置したものにつきましては、特定非常、災害特別措置法に基づきまして被害や復旧の状況等を勘案しまして1年を超えない期間ごとの延長を行うことを行うことが可能となっているところでございます。今回のこの原発被害につきまして新たな立法措置によってですね、対応するかどうかということにつきましては、災害救助法が分かるのでその応急的な、救助、そちら被災者の保護ということをものの、災害救助法の所管でありますので、そちらの担当である内閣府防災担当としてはちょっとこれ以上回答することが難しい状況でございます。で他に回答はなしということで、所管するところとしてはまさにその通りだと思うんですね。ですから、しかしその現実に起きている事態としてはなかなかその応急的な仮設ではもう賄いきれないと、避難長期化していて、でしかもそれを解決するために先ほど冒頭の話で子ども被災者支援法というものができて、その中にも住宅の確保ということが謳われているわけなので、内閣府の防災担当としてはそういう回答でとりあえず受け止めましたけれども、子ども被災者支援法の観点から見たらどうなんですか、副校長の方は。そこを明確に答えてください。副校長の中村です。子ども被災者支援法の観点からということになりますと、もちろんその基本方針の中にも住宅の確保という項目がありまして、そこにはその施策の一つとして内閣防災が行う応急仮設住宅の提供というものが書かれているということで、これはもちろん今の方針としてしっかりやっていくということなんですけれども、やっぱりその子ども被災者支援法を超えて の新たな立法措置ということを、ここで新たな立法措置と書いてあるのは、冒頭も申し上げましたように、子ども被災者支援法と全く関係ない法律を作れというふうに言っているのではなくて、子ども被災者支援法の で規定されているものはかなり理念的なものにとどまっているので、それを具体的に執行するための法律が必要なんじゃないかということが一つの問題意識。もう一つは、その子ども被災者支援法でもカバーできない、これ住宅の確保以外に本当はもっといろんなその被災者避難者の方々を支援するためにもっと広範な施策が必要なので、新たな立法措置でそういうところをカバーすべきだという2つの側面から我々は新たな立法措置ということを言っているんです。でその上で今ここで指摘しているのは、そのここの新たな立法措置という文言にあまりこだわってほしくないんですけれども、今現状は子ども被災者支援法で謳われている住宅の確保というのが事実上、その今内閣府の方から回答あったように、今までの災害救助法の枠組みで賄われているのが現状なわけですよね。これを認めますよね。で、副局長の方からも回答あったように、子ども被災者支援法の住宅の確保では内閣府の所管する、応急仮設の提供をするというふうなことになっているわけですから、その今の施策としては子ども被災者支援法でそういうことを歌ってるんだけども、現実に行われているのは旧来の災害救助法の枠組みでしかやられていないと、これが現状なわけです。でこれは認めざるを得ないですね。でその上で我々はそういうことではなくて、もっとちゃんと広範向上的な住宅の確保というのを求めているわけなので、そこの点をどう考えるかということをお聞かせください。ご長、中村と申します。現状子ども被災者支援法の定められている、その理念的なところがですね、しっかりと抱えているそのプログラム法というような位置づけというのが国会の論議の中でもございましたけれども、それを実際にどういうふうに施策につなげていくかということのご関心だと思うんですけれども、これはもし追加があれば内閣の方からも補足いただきたいんですけれども、現時点でこういう結論にするという、そのついているわけではございません。
完全にお答えになっているかどうかはあるんですけれども。まあ、ここまだとにかく他にも質問項目あるので、ここだけでとどまるわけにいかないんですけれども、我々の問題意識は理解していただいたと思うんですが、被災者支援法で謳われているその理念がちゃんと現実には実行されてないということなんですよ。今までの旧来の枠組みの中での住宅の提供でしか行われていなくて、これが避難者の方々 の、 その見通しの立たない生活 の、 その最大と言ってもいいぐらいの要因になっているんです。いつまでここに住めるのかということは分からないという状況になっているわけで、こういうその生活を成り立たせるための基本的な部分について旧来の枠組みじゃなくて、ちゃんと被災者支援法で謳われた理念をちゃんと実行するような 法体系をきちんと作ってほしいというのが我々の要望であり、避難者の方々の強い要望なので、改めて省庁に戻って内閣府工場協力していただいて、ちゃんとその恒常的な住宅政策を確保するような政策を実施していただきたいと思います。よろしくお願いします。今中山から申し上げたこと、次の丸2番に詳しく書いてありますので、よく聞いてください。というかもう検討しているはずです。国による新たな立法措置においては、避難者の意向や生活実態に応じて新たに避難を開始するものも含め、避難期間、期間後の再避難を柔軟に認め、国の直轄事業として住宅供与等を行うこと。まあ繰り返しですかね。でもどうぞお答えを。お答えというか、これを検討するというふうに言っていただきたいんですが。復興庁の坂井でございます。先ほど申し上げた通り、福島再生活化交付金の中には、公営住宅だけではなく、福島再生人体住宅整備事業で、その再生住宅に入った場合の家賃低廉化事業で、その賃貸住宅を建てるための、福島再生人体住宅用地取得造成事業という項目もございますので、それをご活用いただけるような形になるかと思います。よろしくお願いします。今の質問とあまり噛み合ってないと思うんですけども、丸2番は、司会からもあったように、その丸1番と関連するんですけど、その住宅については、その元々の被災地に戻って住むというだけではなくて、避難先でちゃんと継続的な暮らしをしたいという要望もいっぱいあるわけですから、そういうその避難者の方々の切実な要望にちゃんと耳を傾けて、そしてその災害救助に基づくみなし仮設の1年ごとの延長ではなくて、ちゃんと見通しの立つ生活を成り立たせるようなその住宅政策をやってほしいということが趣旨なんです。で、これはまあちょっと理念的な項目になるので、次に進んでもらって、ちょっと議論を進めたいと思います。今だから帰還した後のその支援についてはこういったものがあると。小金井の市議会議員の片山と申します。今帰還した後の支援についてはおっしゃったかと思うんですけれども、こちら一応質問としてはね、帰還再避難も含めたような形のことも書いてあるわけなんです。避難先でのですね、支援についてどうのような施策を取ろうとしているのかを一応回答いただけないでしょうか。検討していないんだったら検討しないということでも結構です。すみません、ちょっと再避難の部分については詳細には検討できていないというところが正直なところなんですが、その長期に避難を余儀なくされる方々に対しましては、仮設住宅非常に長い期間住まわれていらっしゃって、一部では劣悪な環境で非常に、苦しい生活も続いているかもしれないんですが、その仮設住宅から出て公営住宅、長期的に公営住宅に住んでいただくためにですね、我々の方で復興公営住宅の方を中心とした長期避難者の生活拠点ですね、それぞれの避難元市町村ごとである程度一定にまとまって、そのコミュニティも維持できるようなまちづくりという形で進めさせていただいてます。で、質問の中にございます、避難者の意向や生活実態に応じてという言葉がございますが、そちらにつきましても、先ほどからすみませんできてないという言葉もあって十分ではないのかもしれませんが、住民意向調査という調査を自治体と共同で実施しまして、その情報をもとに復興庁、さらに復興庁、福島県、避難元市町村、それから受け入れ先の市町村ですね、こちらの方で協議の場を設けて詳細なニーズに応えているところでございます。で、整備自体がちょっと今遅いという指摘もあるんですが、そちらにつきましてはその今
住民庫調査をもとに立てた整備計画4890戸に対しまして、あの一定程度の目処がつきまして、あの今年度中に600世帯弱、それからまあ来年度に2000戸以上の住宅を確保して入居に努めてまいる所存ですので、まあ、今後ともあの住民、あ、すみません、あの自治体と福島県と協議を重ねながら支援を続けてまいりたいと思っております。はい、私はいわきですから、2万4000人の双葉町村の避難者を受け入れている方でもありますけど、まあ、また私の方からもあの区域外避難で自主避難されているわけですよね。だから今の校長さんのお話は、その福島再生復興加速化交付金事業による、まあ、復興住宅等の周辺整備を含めたその話であって、いわゆる区域内避難者に対する対応はそれで、済むかもしれないんですけど、いわば区域外避難者、自主避難者に対する対応がね、欠落してんじゃないかというところはどうですか。校長の中村と申します。次の項目に挙げられているものの、回答になってしまうと思うんですけれども、自主避難者の方、子ども被災者支援法に関連する施策ですので、支援対象、その対象の地域というのは、福島県の中通り浜通りの市町村からの、自主避難者ということになっておりますけれども、新たにそのこれから新規に避難をしたいという方もやっぱりいらっしゃる中で、そういった方が公営住宅への入居を希望した場合には、その入居が円滑になるようにということで基本方針に書いてある、それの対応する施策として公営住宅の入居円滑化という施策を実施、まさにし始めるところになっております。これは丸三番のことについてちょっと関連して今申し上げておるんですけれども、あくまでもですね、要は自主避難者というか新規に避難したいという方を支援するためという目的であるので、別にそれをこう斡旋するような目的ではありませんので、丸三についてその、有償の住宅への移転切り替えの斡旋ということと結びつけて考えていただくのはちょっと趣旨が違うということになるんですけれども、実際には自主避難者の方にはそういった支援策をドロッと政府として検討した結果、これから始めていくということになっております。各自治体の協力を得て進んでいくということになります。私が言ったのはこうすれ違ってるんじゃないかと思うんですけど、いわゆる避難指定区域内は福島再生復興加速化交付金事業等でやられてるのは今いっぱいお話しされて説明された。で、今3番丸三についてはだからその支援法による受診難者のことだと、こういう説明だと思うんですけど、遠方による自主避難者も含めて結局避難区域内に対するものはある程度こうカバーしたような説明はされるけれども、避難区域外の自主避難についてはやっぱり手薄というよりはやっぱり欠落に近いものがあるんじゃないですかね。そこではないですか。まあ、そういうことを私は今聞いたんです。補足して、私もちょっとその今先に答えられた丸三の件で、その公団の斡旋についてはちょっと、日弁連なんかも指摘していて、こういうことが行われているという指摘があって、それで日弁連から公表されている意見書のその理由の方にも書かれているので、これはちょっと置いといて、その公営住宅への入居についてなんですが、これもこの間の政府交渉で何度も我々指摘してるんですけど、公営住宅の入居が円滑になるということは、ないよりはあった方がもちろんいいと思います。ただ今現状 その住宅の借り上げ制度ですね、でこれがそのずっと恒常的に行われ、なおかつ新規の受付もされるであれば、そもそもそこまでやる必要ないというか、そんなことよりもちゃんともその 今行われている借り上げ制度をちゃんとその相当期間延長された
ものとして、行われて新規も受け入れればそれでも OK な話 でこれはもう本当はその小手先の話だと思うんですよ。公営住宅への入居の円滑化というのは。で実際に公営住宅各自治体がどれだけ持っていてどれだけ その、提供可能なのかという実態調査も行われていないし、で実際我々調べてみると公営住宅というのは大都市部なんか特に本当10倍どころではなくて数十倍から100倍ぐらいの倍率なんですよ、競争率が。そういうところでその いろんな要件を緩和して、その避難者の方々入ってくださいなどと言ってもそもそも提供できるところがないし、仮に数字上提供できる個数がいくらかあったとしてもそういうところでは大抵交通が不便だったり老朽化してたりとかするものが圧倒的であり、この公営住宅の入居の円滑化なんていうのは本当にないよりあった方がいいぐらいのもので、これがその自主避難者へ のこれ、住宅の確保の、まあ、最大の施策的なふうに位置づけられるのはやはり全然不十分だし的外れだというふうに思います。その点認識いかがですか。この公営住宅のですね、入庫 の案内というかそちら読ませていただいたんですけれども、国土交通省と復興省の方で出されているんですね。こちら読んでも別にこれ保証してるわけじゃないんですよね。円滑化と言ってますけれども、この特に公営住宅について入居を保証してるわけでは全くなくて、これだからそこにその自治体でなければないということで終わってしまうんですよ。入れるところはなければないということなので、全くこれね、ただこう上げてるだけなんですよね。だからこれは保証とは全く言えないと思うんですけれども、この施策を進めるんじゃなくて今やっぱり住んでるところをですね、どのように長期に暮らしていけるかとか、またそのやっぱりその避難者さんごとにニーズは違いますので、きちんと把握しながらね進めるしかないと思うんですよ。この公営住宅のこの方針については全くこれ有効に活用できないと私は思うんですが、その点も合わせて答えてください。復興庁以外ですか、よろしいですか。復興庁の、はい、国交省今日来てらっしゃらないんですよね。すいません、はい、今ご質問いただいた中山様からご質問いただいた点なんですけれども、問題意識としてはこちらとしてもですね、理解するところがありまして、自治体ごとにですね、まあ、本当に 最高の倍率でもですね100倍っていうようなことがあって、まあ、その20数倍っていうところだったと思いますけれども、実態としてはですね、そういった大都市部であればきちんと大都市であればやはりその元々の公営住宅の倍率が高いというようなことはそれは認識はしております。でそれではっきり失礼いたしました。自主避難者に対するその住宅の確保という意味では自主避難者の皆さんもさまざまいらっしゃる中で、やはり自分の今応急仮設としてプレハブ仮設であったりとか、あとはまあ、民間の賃貸住宅の借り上げで住んでいるこの今の住まいがいつまで続くのかということに対して不安を抱えていらっしゃる方が多いというふうに認識しております。で公営住宅への入居円滑化というのは確かにその全ての受け皿になるものではないのではないかというのが先ほどおっしゃっていた趣旨だと思うんですけれども、やはりそうは言ってもその恒久的な住宅として主避難者の方が入居をすることができればずっとですね住み続けられる住宅としてその避難者の方が確保できるということになりますので、やはりその一つの自主避難者に対する支援の施策として打ち出しているということになります。で先ほど実際にその すいません、もう一つ言ってすいません、はい、どうぞ。入居円滑化措置というものは当然、国交省や復興庁の方からホームページなどでも公表していて、それをご覧になっていただいた中で入居を保障するものではないというようなご指摘がありましたけれども、それは確かに、確実に入れますというようなそういう保障するものでないことは確かにそうなんです。でただその通常であればその公営住宅というのは自分のご自宅を持っている方は入れないということになりますので、
ご自宅を持っている方、持っていながら外に例えば福島県から福島県外に避難した方というのは通常であれば公営住宅は入れないんです。自分のご自宅があるの でそのご自宅に帰ればいいじゃないかというようなあのことではなく、話を最後まで失礼いたします。実際にその自主避難者の方というのが通常であれば公営住宅に普通に申し込んでも公営住宅には入れませんよと言われるところの要件を緩和しているという意味では自主避難者の方に対してですね、その本当に中山さんの場合はすればそれが全ての解決策にはならないだろうということなんですけれども、一つの施策としてやはり政府として要件を緩和していると、それが子ども被災者基本支援法基本方針の中でもですね書いております入居の円滑化ということにはきちんと対応できていると思っております。はい、じゃあもう一回片山さんいきますか。前のね交渉の時にも申し上げましたけれども、この今中山さんがおっしゃったようにかなりこう倍率高いわけですよ。で入れないわけです、こちらの自治体に本来住んでた人たちも申し込んでもなかなか入れない状況で、こういった条件の緩和をしていくことでもね、さらにこれをまたそれでも入れないかもしれないみたいですか、保証じゃないんだから。であってこういったことをね打ち出していくっていうのはやっぱり、ね、避難者をね差別することになってちゃうんですよ。差別というかね、他のこの同じところに住んでる、もともと住んでる方からのそういうやっかみが起こるということを私前の時にも申し上げました。ですので今住んでるところをきちんと保障してほしいっていうことを言ってたんですね。この公営住宅のこのやり方は全く避難者のためにならないと思いますんで、その点ちょっと認識してもらえないでしょうか。認識するかしないかですが、お答えどうですか。認識するかしないかということについてお答えするというよりも、これまでもですね、片山様が前回こうした場にいらっしゃった際にそういったことをおっしゃっていたということは認識しています。ちょっと認識違いだと思いますけど、お門違いかな。はい、好き好んでね避難してるわけじゃないということをねしっかりそこは押さえてくださいよ。はい、じゃあ次に行きます。じゃあはいはい、次はちょっと健康診断の方に入っちゃうので、だから先ほどのこの一番のところで総合的に支援する新たな立法措置を行うことのところでね、新たな立法措置を行う認識はないっていうような現状認識だという、大体そういうニュアンスでしたね。そう、言葉としては言いませんでしたけど、だからそういうことですので、この2番の、住宅支援の新たな立法措置についてもそのあまり認識がないのかなというふうな話ですね。中村さんの話ずっと聞いていると、それでそれでは困るというのが被災者の避難者のその住宅の今の現状なんですけれど、それは改善それでされるんですか。今のこの施策だけで改善できないので、改善するためにはやっぱりその旧来の災害救助法に基づく1年ごとの延長っていう劣悪な中で将来見通しも立たずにその実施する人も含めてですね、非常に困難な精神状態になってきているということなんですね。だからその点も含めて総合的にやっぱり支援するっていうことになると、今の在り方では我々はこうまずいと、現状を打開するためには新たな立法が必要だと。でそれはでも先ほどから出ているように支援法は理念法でありプログラム法ですから、個別法で強化するって補強するっていうことが必要だろうっていうことを繰り返し述べてるわけですよ。これ最後になるんであれば、ここどうですか。その理念法に対して個別法でやっぱり現状を打開するためには住宅支援の新たな立法が必要であると現状には認識には立ちませんか。どうしても今までまで押し通しますか。どうですかそこは。
これ本当に困ってっから言ってるんですよ。困ってます。我々何回も来てるんですから。あ、これちょっとね、困ってる本人から。はい、います坂本健です。今までの話を聞いててですね、まず避難者数の実態の把握がまず大前提としてできているのかどうか、それが、埼玉の方は、最近実数把握がこう見直されて行われました。他県、千葉も神奈川も今進められているというふうには伺ってますが、実態はどうなんでしょうということがまず一つですね。それから住民意向調査の件なんですけれども、先ほどまあさまざまな意見、避難者の意見さまざまだという話だったんですけれど、避難者の3割から4割は帰らないということを検討しています。まあ、警戒区域内の方たちですね。迷っている方は3割ぐらい、まあ、3割、4割ぐらいですかね。で1割から2割がまあなんとかお年寄りの方たちは戻ってこう自分が築き上げてきた財産、それから人生そのものですね、それを継続したいと考えています。ですが警戒区域内の町、私はまあ富岡ですけど、富岡、大熊、双葉、浪江、そういった地域では自治体移行調査をやった上で、人口がほとんど、まあ、ほぼどの町も3分の1になるということは実数としてアンケート調査の結果把握はしています。そうしますと、今復興イベントで、まあ災害特措法ということで進められてますけれど、それに並行してできた子ども被災者支援法はどの程度法案が進んでいるんでしょう、どのぐらい進められているんでしょう。私の上から見ると特措法ばかりが進んでいる、そのようにしか見えません。そうすると放射能の影響、子どもの影響等を懸念して避難を今継続している人たち、そういった人たちはもう3年以上時間が経ってますので、家族は成長しています。避難先での生活がだんだんコミュニティも含めて出来上がってきています。その人たちはその地での生活再建を望んでいます。そういったところはどのように考えているんでしょうか。あくまで復興、戻る、それだけなんでしょうか。一旦地理はバラバラになった人たちが、元の地域に戻ったとしても近隣のコミュニティの再生はできません。現実にやらなければならないのは復興ではなくて再興です。それは元の町ではありません。そのことをどう認識しているのか。それから、先ほどから天災、まあ、災害特措法でですね、その住居の延長、延長に関してお話が進んでますけれど、あれはあくまで天災ではなくて人災です。有償化での入居円滑化っていうのはその人災ということをないがしろにしています。そもそもその観点が間違っていますので、そこを改めてほしいということがあります。それから自主避難者の方たちに関しては、1ミリを超える地域からの避難者に関して、その人たちっていうのはそもそも避難の権利を有しているはずです。それは法的にも分かっているはずです。皆さんもご存知だと思います。その人たちの手当をないがしろにしているっていうのはどういうことなんでしょう。皆さんがやっていることは人権を無視していることと等しいと思います。で、まあ、今関東圏、東京、埼玉、神奈川、群馬、住居の、長期円滑化ですね、無償提供期間の 延長を求めています。そういった署名がまあ3万以上集まっています。これは今集めているからその数字ですけれども、おそらく全国にそのちりぢりになっている避難者の方たちは皆さん求めているはずです。それは1年や2年で短期的に延長を言われたところで、どうやって人生設計できるんでしょう。皆さん考えてください。想像していただければ分かると思います。来年の住むところがどこになるのか分かんない、そんな状況で定職につけますか。40代50代の、私もそうですけれども、その年代の人たちが従前の収入を得るだけの定職につけますか。そんな中で住居が打ち切られたらどうなりますか。復興住宅にしたって進んでいる進捗状況どうですか。間に合いますか。ならば先に法律を作って人々の生活を保障するのがあなたたちの仕事だと私は思います。お願いします。はい、今の重い質問、主に3つですがどうでしょうか。復興庁の中村さん。
たいところでありますけど、まずあの佐藤様の方から先ほど あったその自主避難者の自主避難者については非常に今困ってるんだという、その住宅に関する今のあり方では不十分なんだということが、こうした本日に限らずですね、被災者の方ですとか被災者を支援している立場の方から話を聞く機会がもちろん多いものでございまして、もちろんその点についてはご意見として今回についても改めて受け止めさせていただきます。でそしてすみません、複数点ご質問いただいたのでちょっとお答えできるところから答えていきたいと思いますけれども、その避難者の実数といいますか実態を把握できていないというような報道が個別の件について報道がありましたけれども、これについておそらく本日直接の担当は来ていないところなんですけれども、知り得る限りでお答えさせていただきますと、その個別の件が把握していなかったというようなことを受けて、きちんと把握するようにというような方法で、その自治体に対しては要請しているというふうに私の方では聞いております。でまた本当にいろいろとですね、おっしゃっていただいた件についてちょっとすべて答え、られているとはちょっと私も思っていないんですけれども、ご意見の部分も含めて伺ったということにさせていただきたいと思います。今日が初めてじゃないんですよね。今の実際避難していらっしゃる方が長引けば長引くほどそこでの生活ができている、人生設計がどうなるんだろうっていう本当に切実な訴えはもう去年今年何度も行ってるんですが、いまだにその段階で話し合いが進んでいないということですか。もちろんですね、短期的なその1年ごとの延長ということでは長期的な見通しが立たないというようなご意見は今回ここに始まったものではないというふうに認識しておりますが、ちょっと正確な今は覚えていないんですけれども、指示ではなくて立法してください。あなた方で考えてください。被災三県から の, 避難した方に応急仮設住宅を供与するというのを1年間延長したというのは26年の3月だったか4月だったと思いますけれども、その時点で向こう1年10ヶ月のですね28年3月末までのですね応急仮設住宅に住み続けること。いや人生はそんなレベルじゃないですよね。尺度が違いますよね。そうなんです。すいません、豊島と申します。本当に大変なんです。本当に切実な問題なんですね。子供は進学、これからまた高校を選ばなきゃいけないし、どこの高校にしていいかわからないじゃないですか。場所も決まらないから。しかも分かるのは1年前だったらまだしもですね、半年前とかなんですよ。あるいはもっと1ヶ月前とか2ヶ月前に分かる自治体もあるって言うんですよ、入れるってことが。そんなような状態でですよ、何をどうしようって言うんですか。具体的にその住んでる自治体のによって違うのかもしれないですけど、政府の認識としてはもともとその直近でですね応急仮設住宅の供与を1年間さらに延長しますというような発表させていただいた時点では、要はその半年前とかそういう本当に直前に発表したというような認識ではございませんし、はい、やっぱりですね、これは原発災害でも長期にわたることは確実でございますので、津波とか地震とはちょっと別枠で考えていかないと本当に解決しないと思うんですね。避難者だってなんとか子どもの命を守ろうと思ってですね必死になってますから、もう経済的にも大変ですけども命の方が大事だと思ってやってますので、本当になんとかしていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ご自分の身でね、1年区切りで人生考えるかどうかをぜひ皆さん、若い皆さん考えてください。自分の人生だと思ってそこをよろしくお願いします。で、ちょっとごめんなさい、時間がないので次に行きます。どこでしたっけ。3の1ですね。住宅が終わります。次3の1番に行きます。健康診断と医療給付とか医療の問題です。国は原発事故被災者への定期的な健康診断と医療給付について、放射線障害検査のため
心電図検査や回数の増など学校検診の拡充、かかりつけ医での血液検査の実施、甲状腺検査も含め現行健康保険制度の適用による医療給付の実現を図ること。はい、厚労省。厚生労働省保健局の浅野と申します。健康保険制度の所管しております。よろしくお願いいたします。ご要望いただいた事項なんですけれども、まずはじめにご留意いただきたい点ございまして2点ございます。1点目がまず心電図検査や回数の増など学校検診の拡充、これにつきましてはちょっと所管が違いますので別途お答えさせていただくことになろうかと思います。で、2点目なんですけれどもちょっと文面だけを見てですね回答をちょっとこちらの方で検討させていただいておりますので、もしかしたらご要望の事項とに対するお答えになっていない場合がございますのでその際ご質問いただければと思います。で健康保険制度の適用による医療給付の実現ということでございますけれども健康保険制度自体がですね、月々に皆様方からいただいた保険料をもとにですね、皆様方が負傷または疾病を受けた場合に、それに対してですね、その負傷等に対して保険給付を行うということになっております。で、現状の制度といたしまして、このかかりつけ医での血液検査ですとか、甲状腺検査というものはですね、厚生労働大臣が定める診療報酬の点数上になってまして、こちらの現行保険制度においても医療給付の対象にはなっております。ただし健康診断の方はですねこちらの保険給付の対象にはなっておりませんで、それぞれ特定健診等ですね40歳以上の方を対象にしたものとございますけれども、まあ、そういった義務化されたものはございますがこれはあくまでも保険の中で例えば医療給付を行うというようなものではないので今こちらの方は制度対象になっていないんですが健康保険制度自体が疾病または負傷というものに対する保険給付ですのでまた相互扶助ということで皆様方がいただいた保険料ですのでこちらについてはこれを特定健診すみません失礼しました、健康診断等を保険給付の対象にするということについては慎重に検討すべき課題がありまして国民的な議論が必要であるというふうに考えております。以上でございます。はい、文部科学省の浜谷と申します。今の説明で、残っておいた学校検診の拡充についてご説明いたします。子どもを含む健康管理については、環境省さんを中心に、政府全体として行っているところでございます。自治体から学校検診の中で放射線検査などを、実施したいというような意向があれば文科省としても必要な協力を行ってもらいたいというふうに考えております。以上でございます。ご回答ありがとうございました。確か今回答を聞いて、もう少しその選択の余地の広がるような、要請項目にしてもよかったなと改めて聞いてよかったなと思ったんですけども、もともと最初冒頭お話ししたように子ども被災者支援法の理念をちゃんと具体化してほしい実現してほしいというのが我々のそもそもの、基本的な立場なんです。でそれに基づいて項目を作っているので僕らのない頭で考えてますので不十分なところがあるかもしれませんけども子ども被災者支援法の中では、定期的な健康診断とか健康への影響に関する調査子ども及び妊婦とかその他被災者への医療の提供を費用負担の減免ということできちんと謳われているわけですよね。ですからその現行制度の中で今こうなっているからこれはできないとかあれはできないというその紋切り型のことではなくその被災者支援法の理念を実現するために、そのちゃんとやってほしいでそのためにはどうすればいいかということでむしろ知恵を出してほしいというのが趣旨なんです。ですから今の現行制度だけではなくじゃあ本当にその、今よりも拡充して学校の子どもたちの健康の調査健康診断をもっと増強するとかそういったことができないのかということをちょっとコメントあれば、いただきたいと思います。ですね健康保険制度の中でっていうのは私たちは全体的な被災者への健康診断というのを要求してるんですけれどもなんか実現しそうもないのでとりあえずですね私たちは今、自主検診的に
例えば避難者の人たちの、 あの検査なんかもしてるんですけれども、実際はあの症状があるというか心配な人があの来られるわけで、あの純粋な健康診断とは違うんですね。ただあの今の現行の保険制度の中では、その放射能、あの放射線障害の疑いというようなことで、検査ができるというふうにはあの診療報酬上なってないので、私たちとしてはそのなんとか自費でやらなきゃいけないのかどうかというところで、あの非常に困ってるわけです。それで、具体的にはその放射線障害の疑いというようなことで、 ある、一定の検査ができるということになれば、それで、検診ができるんです。それは本来だから、あの行政の皆さんがやるべき検診を、私たちがやってるという状態で、あの非常に不安な状態ですし、それからそのやっぱりあの将来何があるか分かりませんから、あの今から経過を追っておくことがあの絶対大事だと思うので、あの私たちはやってるわけです。だからその辺 の、 その診療報酬上、放射線障害の疑いで、甲状腺の検査とか心電図の検査とか一定の血液の検査とかがあのできるように、してもらえると、被災者の負担が大幅に減るということで の、 あの具体的な要求です。あの検診をやるよりはこっちの方があの経費がかからないと思うので、事前の策として、緊急の策としてあの検討していただきたいというのが一つです。それからその学校検診については、あのやっぱりその、学校検診の内容を、どういうふうに決めておられるのかよく分かりませんけれども、私もあの、日本教職員組合 の、 あの人たちと一緒に、まあ、活動したりしてますので、学校保健の在り方っていうか学校検診の在り方についてはあのいろんな要求をしてきましたけれども、随分やっぱりその実質的に学校検診でやる意味があるかどうかっていうあのことがはっきりしないあの検診もあると思います。で、あの今回の改正なんかでは具体的にその運動器の検診っていうのがあの増えて、座高が減るとかっていうことがありましたけれども、あのどういう基準で、学校検診をあのやるべきものを決めておられるのかよく分かりませんけれども、今あの例えば福島についてはあの血液の検査を子どもたちにきちんとやるというふうにすると、学校検診を活用するのが一番いいのではないかと。でただあの学校現場で採血をするっていうのはあの非常に難しいので、今その、学校でやるっていうのは難しいから、かかりつけのところで、採血をして、それをその学校検診 の、 あの費用負担をしてもらうという形にすると、あの我々可能だと思うんですね。でどうもその聞くところによる と、何か文科省と厚労省の間で、それについての考え方が違うっていうか、あのどちらかは賛成なんだけれども、どちらかがあの反対なので、決まらないのだとかいう話を、漏れ聞いているんです。で、であのこれはあの一刻も早くあの始めないといけない検診なので、ですからもしその、学校検診で盛り込めるなら、あの、まあ、地域を特定しなければいけませんけれども、あの全国でやるということではなくて、そのある被災県にあの限ってですけれども、そういう形で入れることができないかというあの要望です。じゃあ今の具体的な問いかけについてお願いいたします。はい、厚生労働省の浅野でございます。ご指摘ありがとうございました。今ご指摘いただいた2点につきまして、あの共通する内容なんですので、あの一括でお答えさせていただきたいと思います。あの健康保険制度自体が、すみません、繰り返しになる部分もございますけれども、あの疾病承認、厚生労働省でございます。あの一律一般ですね、あの特に何かの不詳に着目して保険給付をしたりするとかいうことではなくて、まあ、普遍的にですね、あの不詳を、起こした場合にそれに対して保険給付をするという制度になっております。ですので、あのそういった健康保険制度の性質上、あの特定なものに対して着目して給付を実現するとかですね、
寄付を充実するということは健康保険制度でやっておりません。ただしさまざまな点で例えばかなり費用がかかってしまうとかですね、そういったものが受けられないというところに対しては公費という形で別途法律等でですね公費の補助等をやっているところでして、従いまして健康保険制度の枠内でこういったことを実現するっていうのはなかなか難しいのではないかなというふうな考えております。ただしご指摘いただいた点では理解させていただく部分も多々ございますし、実際にちょ当初の内容ではないですけれども、実際に子ども被災者支援法の中では国が拠出基金を活用してそういった検診とかをやっているということもあるかと思いますので、そういった健康建設の枠内ではなくそういった形でやるものということをせざるを得ないのかなというのが当初としての認識でございます。よろしくお願いいたします。文部科学省です。先ほどの検診については福島県の方で福島県県民健康管理スケジュールということで23年度から32年度までは甲状腺検査ですとかあとは健康検診をどのようにやっていくかというようなスケジュールを作ってやってます。で、本年度4月までに、1回目の方の甲状腺がんの甲状腺の検診は終了しています。で、この結果も踏まえて、2度目、どういう、スケジュールでやるかを具体的に考えるというようなことも聞いています。で、先ほど、学校におけるその健康検診の項目についてお尋ねがあったんですけども、これは基本的に学校に負担をかけないようにどういう検査が必要なのかということで、医療の専門家ですとかそういった方の大学の先生とかの話を聞きながら必要最小限の項目に絞って、やることにしています。その結果先ほど先生がおっしゃったように、2年後から学校の検診はなくなると。その代わりに成長曲線と体重曲線を用いながら体重を評価するというのは方向でやるようなことにしています。で、また必ずしもこれ全ての、全てにこう含まれる検査項目とその他にこう各自学校で決めれるようになっていますので、そこら辺は必要があればぜひ県の方で学校検診の中でですね甲状腺検査も行っていただきたいというふうに思っているところでございます。甲状腺の検査はもう済んでるわけですから、甲状腺の検査はいいんです。それで、かたくなにその甲状腺だけをやっておられるというのがよくわからないんですけれども、私たちとしてはその放射線障害というのは甲状腺に限ったものではなくて、全身的なものであって、でと言っても全身全体に検査をするというのはなかなか難しいことですから、ある程度その、広島からチェルノブイリにかけて、資料になるものはあるわけですから、そういう中で血液の検査って言ってるのは少なくともその赤血球や白血球の数、白血球の分類とかいうその白血病に関するものだけでもやってほしいと。でこれは原発の労働者なんかはこれに限ってやってるわけですし、私も知りませんでしたけれども、すでに日本医師会は、2011年の7月にそういうその、学齢期の子どもも学齢期を過ぎた子供の人たちも含めて全体的な検診をやるということを要求しているわけですよね。でそれが今回の専門家会議なんかの中で、医師会が同じような要求をしているにもかかわらず、その日本医師会が要求しているのにですね、何かその検診のプラスマイナスがあって、その検診にはデメリットもあるからというような理由 でそれも全然その、前立腺の検査の PSA のがプラスかマイナスかみたいなことを例示された上で、それを今回 のことに当てはめて、甲状腺以外の検査が必要がないというような話になっているという話で、それは非常に納得のいかない話なんですね。だからその辺で、日本医師会も要求しているようなそういう全体的な検診をやらないのがなぜかっていうのはよく分かりませんけれども、甲状腺検査以外 の検査をやる必要があるのかどうかで、やるとしたらその学校検診の範囲の中でやることはできないのかということを
なんかきちんと検討してほしいというのがあの要望ですけど。検討してほしいという要望に対してはどうですか。基本的にその放射線の影響についてですね、まあ、どのようなデータについて、どのような方法で検査を行って、どのように評価するか、それについてはですね、あの環境省と自治体によって具体的な検討がなされるべきものというふうに考えております。他方で、先ほどから申し上げてます通り、文科省としては、まあ、そういったあの検討の結果、要請があればですね、必要な協力をしてまいりたいと。要は、先ほどの話は、一律でやるかどうかということについては、今、一律では全部やりませんという。話であってですね、もちろんその要請要望がある自治体があるのであれば、それに対しては必要な協力を行ってまいりたいというふうに考えているところでございます。ちょっと押し問答になってしまう。これはまたね、あの場を違えてきっちりとこれは議論していきたいと思います。かなり具体的にいい提案をしているわけですから、かたくなにならないでぜひね、壁を取っ払って、文科省、厚労省、ぜひやっていただきたいと思います。ですいません、時間がないので次に移らせていただきます。丸2、事故由来の放射線による健康影響に関する調査について国の直轄事業として福島県及び放射性物質汚染対処特措法に基づく汚染状況重点調査地域として指定された区域において継続的かつ長期的に実施するために新たな立法措置を行うこと。はい、これは環境省の鈴木と申します。今の丸2と含めましてですね、丸3も、まあ、同じような回答になりますので一緒でよろしいですか。ではあの丸3につきましては、やはり、汚染重点、汚染状況重点調査地域、に、まあ、18歳未満であった方の事故由来の放射線に起因しないとは言えない甲状腺がん等疾病について医療費の給付に関する、新たな立法措置を要求されておられます。この2点につきましてはあのまあ、結論から申し上げますと、まだ残念ながらあのそこまで あの検討段階にはまだ至っておりません。理由としましてはですね、あの現在あの皆様もご存知のようにあの事故に伴う住民の健康の在り方に関する、専門家会にこちらで、現在検討をしておる最中でございます。でその結果、またあの近いうちにあの中間取りまとめが出る予定でございますけれども、あのそれを踏まえてということになりますので、現段階ではまだあのそこまでの立法措置について、まあ、言及するという段階ではございません。以上でございます。まあ、これもこの間あのずっと要望していることなんですけども、その、汚染状況重点調査地域は、まあ福島県内にとどまらず、まあ、割と広い地域に及んでいて、でそこで実際にその、この名前の通り汚染状況を調査しているわけですよね。で一方の施策でそういう汚染状況を調査していながら健康状態についてはあの調査もしないし、なんだこれからその医療的なそのサポートも しないということは矛盾している話だと思うんですよ。で現実にその皆さん本当に心配されて、自主的にもいろんなことをやり始めているわけだから、そのいらないというならまずはやっぱりそのちゃんとしたきちんとした調査検診というものをやるというのはやっぱり筋の話で、それをやらなければどんどん住民の不安が募るばかりで、やっぱりこれはその他の施策との整合性を考えてもやっぱりきちんとやるべきだというのが私たちの立場なんですけど、その点いかがですか。お答えいたします。今、まあ、福島県内ももちろんですが、まあ、近隣県も含めてですね、汚染重点地域も含めて現在その先ほどの住民の健康の在り方に関する専門家会議でそちらで、検討をすることになっております。したがましてその結論が出ませんとですね、そのじゃあ先に健康診断をどうするかとかということにはやはり、まあ、その結果次第になりますのでもうちょっとお待ちいただきたいと思います。なるべく早くと私ども考えておりますが、なかなかあのいろいろな先ほどの日本医師会の先生方のご意見もございますし、まだ意見が残念ながらまとまっておりませんのでもうしばらくお待ちいただきたいと思います。
まあ、その会議のあり方についてもいろいろ批判的な意見があるのもご存知だと思いますし、でその日本医師会の先生のお話もその永田木院長とはやっぱり微妙に立場違いますよね。でその他にもその、専門家会議の外からもいろんな批判や意見や提言がされていますので、それもかたくなにそのかたくなというかその結論を待つということだけではなくて、やっぱりこれもうパイロットされてきてもいいから、やっぱまずはちゃんとした調査をやるべきだと、検診やるべきだというふうに思いますし、その専門会議の中でももっとその外部のいろんな批判や意見をぜひ取り入れていただいて、一緒に議論を進めていただきたいというふうに思います。今のような貴重なご意見をですね、私どもこういう機会にお伺いして、それを専門家会議にもですね伝えるようにしております。ぜひそういうことでご理解を賜りたいと思います。ぜひ検討してくださいね、本当に。はい、会場からお一人何か、はい、あります。福島県いわき市議会の福島と申します。今日はありがとうございます。私たちが求めている福島県におけるなんですけども、平成23年3月11日において18歳未満であったものっていうところに注目していただいて、おそらく福島県からも要請はあると思うんですが、もう3年半経って18歳だった方も21歳になりました。19歳になってしまって甲状腺が、まあ、検査引っかかってしまうと実費になってしまうという部分があるんですけども、それはおそらく福島県からも環境省復興庁に要請があると思いますが、それも専門家会議の中で検討していくというような回答みたいですが、この辺はすぐに解消できるんじゃないかなと私は思うんですけども、その辺はいかがでしょうか。今のご指摘 もういつも何度もいただいておりまして本当に申し訳ないんですが、それも含めまして検討をさせていただきたいと思います。それから統括、千葉や茨城などのね、重点調査地域の健康調査ぜひやっていただきたいんですよ。もう住民がしびれ切らして自費でもう先生を呼んでエコー調査などをやっておりますので、はい、あ、はい、じゃあお願いします。はい、大体すいません、避難をしている豊島と申します。環境省さん、除染のね、線量も上げましたよね、 0.3 から0.5 ぐらいとかっていうんですけども、ちょっとやっぱり健康被害がないということで全て進んでいるような形で、専門家っておっしゃいますけど、その専門家本当に信用できるんですか。原子力産業のなんか圧力なんかないんですかね。なんかかなり批判的なね、ことをよくお聞きするんで、でですよ、例えばですね、それを信用してですよ、環境予算の国でもですね、じゃあ専門家が健康被害は全くありませんでしたと、今国でも県でもやってるようにですね、そういうキャンペーンをやって、ストレスや恐怖症が全ての健康被害を引き起こした原因ですというふうに言って、まあそういうふうに言ってですよ、実際にもう多くの健康被害、さまざまな病気が出た場合ですよ、誰が責任を取るんですか。誰がどういうふうに決めて、環境省さんでもですよ、ちゃんと印鑑をして、私が5位決めましたってやってください。そしたら、もしね、あと20年でも30年でも経って、被爆の影響が確認されたら、因果関係が証明できたら、私たちみんなそれを本人にして出しますよ。あの時この人たちがこういうことが懸念されてたのに、一切それを踏みにじって、自分たちの思い通りに一方的な見解を押し付けてきたと。そのためにこれだけの健康被害が増えたと。それでもよろしいですか。我々は真剣ですよ、本当に。命がけですから。はい、今のようなご意見も何度も伺っておりますけれども、私どもとしても専門家会議にの委員としてはですね、それぞれの放射線防護の専門家、しかもそれぞれの分野の、まあ、最も有識者として、の名高い方々、それからそれがフェアなのかどうかということを聞いています。それに批判的な
方々もお呼びしてあえてそういう議論を進めているわけです。したがって当初はもっと早く結論を出す予定でおりましたが、いろいろなご意見を伺っているので、この専門家をですね、先ほどお話にありましたように待ってたらですね、健康被害なんか防げないんですよ。現に今起こってるんですから。だったらね、予防原則に立ってですよ、なるべくじゃあそういうものを摂取しないようにしましょうとか、なるべく保養しましょうとか、そういう政策をどん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 推し進めていけば、後からだって損害賠償の責任を負えるじゃないですか、もし何かあった場合に。なんでそういう考え方になれないんですか。な、専門家が本当にじゃあ神様か何かなんですか。それが言ったことが本当にそうなるんですか。実際にだってチェルノブイリの甲状腺がんなんて後で覆ったでしょ。全て歴史はそうじゃないですか。後から証明されることたくさんあるでしょ。はい、私どもはですね、まずは、もうその専門家も含めて、それから国際的な、見解も含めて、現在の状況ではまずは健康影響に、がんなどの健康影響に影響が、聞いていただけますか。はい、はい、どうぞ。健康はないっていうことですか。はい、そういうことで、まあ見込みはないというふうな評価が出ております。それはしかしながら、はい、さらにですね、はい、今専門家会議で、その本当にそうなのかどうかということをさらに吟味しておるわけですので、もうしばらくお待ちいただきたい。水俣病の時にもそうでしたね。すいません、専門家会議のことはまた、ごめんなさい、時間がないので、はい、十分今おっしゃってることはほとんどの国民がね、ああいう考えは理解できるんです。こちらのおっしゃってることは理解できないんですね。だからそこは抑えていただきたいと思います。すいません、時間がないので次、いきます。あと3つ残っておりますので参ります。4番の1、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う住民の健康管理の在り方に関する専門家会議、今出ましたね、の報告取りまとめについて、第14条被災者の意見の反映を遵守し、取りまとめに際しては被災者からのヒアリングの実施と取りまとめ案のパブリックコメントを行うこと、これももうね何度も出ております。はい、ではこれも環境省の方からまず丸1番についてお答えいたします。まあ、これはこういうようなご要望がいただきましたということで、私どももまあ、貴重なご意見として受けたまわります。でこれはちなみに子ども被災者支援法におきましても14条にはっきりとその被災者にとって透明性の高いものとするために必要な措置を講ずるようにというふうに書いてございますので、まあ、このようなご意見、被災者の意見を反映とかで、はい、まあ、それも含めて検討させていただきます、はい、これ丸2丸3も合わせて、やってそれから、意見交換したいと思います。丸2、国は第14条被災者の意見の反映を遵守して福島県内および汚染状況重点調査地域の住民など被災者から意見聴取を行い、支援対象地域並びに基本方針の見直しを図ること。国は第14条被災者の意見の反映を遵守して被災者の意見を反映するため常設の被災者等協議会を設置し施策策定に参画させること。これも環境省さんです。これはごめんなさい、復興庁お答えさせていただきます。丸2と丸3については法第14条被災者の意見の反映というようなことが法律上のものでございまして、で丸2番の支援対象地域また基本方針の見直しということについてはもちろんこうした場も含めて復興庁でやっている先ほどご紹介した事業などの場でさまざまな声を聞いた上でですね、いずれは基本方針の見直しやっていくことになるだろうと思っているんですけれども、これは具体的に今の段階でいつ頃改定するというようなことは現時点では決まっておりませんので、それも併せて申し添えておきます。また本日のような場にも限らずですね、復興庁としては職員が被災地も含めてですね、避難している方も含めてそういった意見をですね聞く場合はですね、もう
参画しておりまして、そういった場でさまざまなご意見を受けたまっておるところでございます。あの常設の協議会といったようなものをイメージされているのであれば、そういったものの設置というのは現時点では考えておりません。以上です。あのこの被災者の意見の反映というのは、あのずっと基本方針の策定の前からですね、我々としては、あの追悼の水の3時間の時からですね、ずっと言い続けてきてるんですけど、これも一向にこうシステム化されないというか、そのいわば、まあ、ガス抜きのような公聴会のような説明会のようなのでね、あの前もやったでしょ、福島でも直接大臣にも副大臣にも申し上げましたし、東京でもやった時に皆さんまた行っただろうし、そういう形であのずっと皆さんの意思をこう、まあ、そういう意味ではこう皆さんの意思を貫徹するための仕組みの中では、我々はこう言葉は悪いですけど泳がせられてますけれども、主権者である国民の意思、あるいは被害当事者である被災者の意見というのが施策に政策に反映されないというのが、あの今の実態なんですね。だから先ほどから中村さんが新たな立法の必要性を堅くなに認めないで、ずっとまあこれは上司との関係で認めないのか、まあいろいろあるでしょうけども、それは町内そんなふうにはなってないってことでしょうから、いずれにしてもね。だからそういう意味では国民の主権者である国民の意思、被害当事者であるそれぞれの被災住民の意思が直接反映されないっていう、非常に民主的な社会としては非常におかしな状況になってるんじゃないですか。そういうふうにはあまり行政的には考えないですか。実際に今 のご質問いただいた点ですけれども、もちろん子ども被災者支援法の基本方針の策定前からご意見をいただいていたというようなお話ありましたけれども、まずもちろんパブリックコメントですとか、お話にありました説明会開催をさせていただきまして、実際に基本方針の案としてパブリックコメントで出したものから の修正を加えたというようなことももちろんございます。でその直接の当事者というようなお話でしたけれども、その被災者の方々のご意見を伺うということについては大変重要なことだと思っておりますので、それについても申し上げたいと思います。あのね、この3時間も今日あたり来ないから何なんだろうなと思うんだけど、まあ副大臣ぐらい来たって、あまあね、実際今委員会開催中だから来れないということなんでしょうけど、しかしやっぱり被害者をまあバカにしてますね。被災者をバカにしている。だから自死する人が無駄になるようなふうな施策をやって恥じないっていうことについて、国家公務員としてじくじたるものは感じませんか。これね、やっぱり国民の生存権を守るっていうことに、やっぱり公務員として徹してもらわなきゃいけないと思うんですね。それ閣議決定に縛られるのもまた国家公務員だから、その通りであろうかとは思いますけど、しかし主権者たる国民の間でこれだけ要望のあるこの14条の意見の反映っていうことについて依然として堅くなに拒否する、自分たちは意見を取り入れてるっていうようなことを今若干おっしゃったけど、我々はこの基本方針を作る前に、例えば水の3時間はいわき市に来て、いわき市の行政経営部も含めて保健福祉部も含めて部長クラスがいるところで、まあこれは行政は行政で話してますよ、いわき市はいわき市、我々は我々で議会としても、あるいは我々の会派としても、そういう話を水の3時間入れてやっていながらやらないんですよ、これずっと、もう2年も。だからそういう思いつきで言ってるんじゃなくて、そういう被害者被災者の声をきちんと反映できるシステムを作ってほしいっていうことですよ。でこう施策の押し付けばかりをずっとやっていて、
多大なあの避難者被害者がいて、なおかつあの精神的にもう精神構造が崩壊して自死するっていう人たちが多く出ている状況について、やっぱり霞が関の皆さんはちょっと認識が相当国民の意識とずれてる、乖離してると思いますよ。これは国を滅ぼしますよ、こういうやり方は。よっぽどやっぱり改心していただきたいと私は思いますけど、どうですか。代表してというようなことではなく、そういったお話をいただいたということで、個人的な意見が入っているので申し訳ないですが、知った激励いただいたということで、光受けたまりたいと思います。言い訳はいいからやってくださいよ、真面目にさ。私半沢と言います。今日は一市民として、参加しました。私は福島県の生まれでありまして、まさに被災地からで生まれた人間です。で、今まで皆さんとお話ししたのは初めてですけれども、基本的に被災してから3年半行政として何を調べてきたんだろうかと、どこに問題があると、どんな問題があると把握しながら調査活動してきたんだろうかと、その点が全くわからないですね。3年も経ってまたもたもたしてる、やる気がないんですね。少なくとも3年半経って災害救助法の暫定措置でもってつなぐのはやむを得なかったんですね。しかし結果を見ると、被災者の問題も現場の復興の問題も5年や6年で済むそうな問題ではない。ましてや原発の廃炉にしても50年かかるのか100年かかるのか分かんない。その体制を考えたら、その周辺に生きていかなければならない市民の生活、それに追随してですね、長期戦略が必要なのは当然じゃないですか。皆さん方はそういうことを考えることを日常の仕事としてきたはずではないですかね。どっかの政党が敗れて、次の政党が変わって内閣を組織して、それに右往左往されながらですね、日本の未来を担う皆さんが責任を持ってないことに、じくじたる思いはないんですかね。日本の未来を誰に託せばいいんですか。皆さん方がやんなかったら、日本の未来はまともな未来にならない。ましてや被災者の人たちで困っているのは子供たちの問題なんです。子供は日に日に成長しながら自分たちの未来に向かって歩み始めている、その転換期を迎えて2年3年経つと、小学校から中学校、中学校から高校、高校から大学と、そういう際どいところに3年半というのはあるんですよ。選択を迫られるんですよ。皆さん方も皆どこかの有名な大学を卒業された方が多いと思いますけども、皆さん方が受験する時だって同じ経験したんではないですかね。私思うには、やはり誰かのためではない、日本の未来を狙うのは官僚としての皆さん方じゃありませんか。皆さんの子供たちの未来ではないですかね。そういう意味では暫定措置の期間は3年半で十分なんですよ。暫定措置につないできたものを長期的な視点で、立法の問題は当たり前でありませんか。50年先、100年先を見通さなければ日本の国は成り立たないのを分かっている皆さんではないですか、ね、そういった面での立法政策を現行の不十分さを皆さん指摘をしたんですよ。そしてちゃんとした特別立法を求めてるんですよ。皆さん方を私たちが言う前に、やるべきことをあなた方は分かっているはずなんです。分かっていることをきちっとね、
自分たちの子供に頭に顔を向けていけるようなそういう仕事をしてください。仕事の調査は出先の自治体がやればいいと、ね、それを報告を聞けばいいと、間接的な報告では心が通わないんですね。だから公聴会結構です。その中でどんな意見が出たのか、その意見はどこにどういうふうに反映されたのか、一つ一つ具体化してほしいんですよ。意見を聞きました。どこに反映されたの？わかりません。そろそろ、はい。ということで、私は皆さん方がね、皆さん方の子供に顔を向けできるような立派な仕事をしてほしい、そう思います。全員の思いですね。はい、そうです。ありがとうございました。他に、ご意見、ご質問。あれいいですか。あ、山田先生。私はさっきも言いましたように、福島の人とたくさん話をしてきました。時間数から言ったら私は日本でも一番長いんじゃないかと思うぐらい話をしてきました。大体一人の家族と1時間以上は話をして実情を聞いてきました。 でそのたんびにやっぱりこう本当にいろいろ訴えられたことに対して何にも答えられないというか、私は別にその、行政に属するわけではないから私が何かをしなければならないわけではないんだけれども、ものすごい責任を感じる。でせっかく話を聞いてこれだけ話してくれたのに何も返せるものがないということがとっても残念なんです。で例えばその専門家会議の専門家と言われる人たちも実際に福島へちゃんと行ってるのか、で福島の人たちの話を聞いてるのか、最近新潟水俣病の裁判で、証人に福島大の教授が出られましたけれども、その人は要するに国側の証人として出られたわけだけれども、水俣病の患者を一人も見たことがない。で一人も見たことがない人がその水俣病の患者さんの診察の仕方にクレームをつけるために出てきたという、おかしいじゃないですか。患者さんを一人も見たことがない、知らない人が裁判の証人に出てくるっておかしいでしょ。で皆さんもやっぱりここで聞くよりも現地で行って、やっぱりこういうところで出てくるのはほんの一部分というか、やっぱり現地の人たちはもう諦めて絶望してもう喋りたくないという感じになってるんです。で行って十分話をして心を開いてくれて、それで初めて話が聞けるわけですから、だからちゃんと皆さんこういうとこ来られるんだったら現地に行って、で福島の人たちの話をたくさん聞いてください。でそうすると私たちだってこれから先同じようなことになるかもしれない。で同じようなことになった時に同じような目に遭うんですから、今やっとくことが次に何かが起こった時に踏襲されるわけです。だから今何をやるかっていうことが次に何か起こった時のためにすごく大事なわけです。だから今を何とかこうやり過ごしてかわしてしまおうということではなくて、今やることが次に生きるわけだから、今ちゃんと残せるものを残してください。でそのためには現地に行ってください。それが、心からのお願いです。現地の人たちの声をちゃんと聞いてください。自分の耳で今の山田先生の言葉ぜひ重く受け止めていただきたいと思います。で今忙しい公務採点も国会中ですよね。奥野総一郎衆議院議員が駆けつけてくださいましたので、ちょっと一言ご挨拶をお願いいたします。千葉の衆議院議員の奥野総一郎でございます。実際してまいりまして申し訳ございません。今皆さんの切実な声を聞かせていただきましたけれども、この要請書にもありますように、生活支援、
ためのやっぱり総合立法というのがですね、もう一度きちんと考えるべきに来ているんじゃない時期に来ているんじゃないかというふうに思います。あの私今回原子力の特別委員会の方に、原子力問題調査特別委員会の方にも配属になりまして、そちらの方でもですね、こうした問題もしっかり話をしていきたいと思っております。皆さんの声とともにですね、しっかり歩んでまいりたいと思います。共に頑張りましょう。ありがとうございました。じゃあ、あのあれですか、もうお時間ないです。申し訳ありません。本当ありがとうございました。よろしくお願いいたします。昨年のね、あの国会請願行動の時も奥野さんしっかりと受け止めていただきまして本当にありがとうございました。はい、それではあの長時間にわたりましたが、そろそろ締めたいと思いますが、この自治体議連の事務局長の中山の方から締めの言葉をお願いします。今日はあの参加された皆さんお疲れ様でした。それから、回答のため、ご参集いただいた副長はじめ各関連省庁の皆さん、大変ありがとうございました。で、やり取りして我々としてはこの間もまあ何回もいろんなこうやり取り、交渉要望質問等を重ねているわけですけれども、やはり今日冒頭の話に、ま、話でもさせていただいたように、基本的な私たちの立場っていうのはまず理解した上で、なんていうかこう浮き球の舞台ではなくて、僕らの問題意識せめて理解してほしいですね。我々の言うことすべて実現しろというのはなかなか難しいのは分かりますけれども、せめて私たちの問題意識、つまり何度も何度も言いますけれども、被災者支援法の理念が実現するような形には今なってない。でこれ佐藤代表の方からもあったように、その閣議決定に縛られるという側面はありますけれども、それでもその子ども被災者支援法の枠組みの中で、今の枠組みの中でもやれることっていうのは皆さんの工夫次第でもっともっといろんなことができると思います。で先ほど復興庁の中村さんおっしゃった、知った激励として受け止めるというふうなお答えありましたけれども、その答えが本当に、心から発言だということを期待します。で皆さんもいろいろお仕事大変だとは思うんですけど、今山田先生からも話し合ったように、被災者 の声を聞けば本当にいろんな人一人一人一つ一つの家族それぞれに本当に切実な問題を抱えていることが分かると思います。で復興庁が、NPO と協力して、被災者の声を聞いている事業を私も知っております。しかしそれもやはり例えば自治体で、現場でやってる人たちと連絡調整ちゃんとうまくいってなかったりとか、いろんな課題もあると思います。そういうことも含めて被災者 被災者避難者の声をきちんと聞いて、あるいはそれを支援するNPO や市民団体の声も聞いて、これからの政策本当に被災者避難者の生活をちゃんと保障するようなものになるように、皆さんの方もぜひそれぞれの現場で頑張っていただきたいと思います。で我々自治体議連の方もこれからもいろんな活動を重ねていきたいと思いますが、これからも皆さんのご協力をお願いしたいと思います。今日はどうも本当にありがとうございました。お疲れ様でした。はい、それから申し遅れましたけれども、辻元清美衆議院議員の秘書の方も来ていらっしゃいます。先ほどは吉田泉衆議院議員の秘書の方も参加していただきました。ご紹介いたします。では皆様今日は本当に、大変な2時間だったと思いますけれども、これがまず被災者避難者の声の第一歩なんですよ。私たちも被災者なんですよ。ですからぜひこの声で皆さんもう嫌だなと思うことなく、引き続き現場へ足を入れていただいて、数々の人生を見ていただきたいと思います。今日は本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。ちょっと拍手をお願いいたします。じゃあ皆さんご参加いただいた市民の方、議員の皆さん、本当に長時間お疲れ様でした。これにて全て終わりましたので、お気をつけてお帰りください。ありがとうございました。あ、お知らせです。どうぞ流れ解散で聞いてください。チラシそこの中にあると思うんですが、10月13日原発事故被害者の救済を求める全国集会イン郡山というのがございます。祝日の1時半から4時半まで、
また住宅問題、健康問題、保養、賠償と含めて、被害者救済の全国集会となっておりますので、お時間取れる方はぜひ郡山の方に13日お出かけいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。28ポイントですね。